働いたことない奴の、スーパーマーケットシミュレーター。いらっしゃいませー本日も、きよっちゃん。いらっしゃいませー本日も、きよっちゃんマーケット、元気にオープンと行きたいところなんですけど、あのですね、このきよっちゃんマーケット、オープンからの数日間を動画で配信してみたら、 買いに来たお客さんのお声と、この動画を見た方々のコメントっていうものをいただきまして、少し今回オープンする前に、その声を、いただいた声をちょっと見ていこうかなと思います。えー、まず、商品が高めだったが、なぜかパンだけ無料だったので、それだけ購入しました。商品の単価は一見高く見えるものの、小言で文句を言えばすぐ安くなるのでちょろいです。品揃えは少ないが、 たまに商品がタダで買える高いなーと思ったんですがなぜか支払った額がそのまま返ってきましたこのお店は現金払いをすると金で金入りまーすという嫌な確認をされます店主がクレジットカードのランクで態度を変えてくるのが不快ですなどなどまあオープンしてからまだねそんな日も経ってないのでまあ賛否両論といったところでしょうかね 私から言わせてもらうと、まあ、何様なんだって話なんですけど、その一方で実際に買いに来た方ではないんですが、この配信を見たですね、お客さんから、お客さんじゃないですね。配信を見た、もうファンかもしれないですね、きよっちゃんマーケットの。えー、その方の声ですね。きよっちゃんマーケットを見ていると元気が出ます。きよっちゃんに救われました。ありがとうございます。きよっちゃんマーケットが拡大していく姿を一生見守っていきたいぐらい好きですと。こういう方々に来てもらいたいですね。 なんか、こいことぐちぐち言ってくるキャいらっしゃいませーいらっしゃいませーきよっちゃんマーケットオープンでございます。いらっしゃいませーどうですかそんなところに突っ立ってないで、せっかくなら、オープン初日、オープン初日じゃないや、オープン開店から一人目のお客様にはですね、対応をよくするっていうことをしてるんですけど、お客さんお客さんいらっしゃいませーえー、なんか言って、なんか言って、カで。 えー、合計。ありがとうございましたーお釣り多めにもらえると思ってきたのかな残念、こちゃんでしたーよっしゃせーぜー !3 点で、カードで。えーっと、これは、普通のカードなんですね。まあ、またどうぞ。よっしゃせーぜー卵をいった、ケチくせ客。よっしゃせーぜーお客さんちょっと待ってくださいね。お客さん先に並んでましたよね。お客さん、ちょっとよくないっすよ。 先にこっちの方並んでるんで、そこ、うちは仲良くしてほしいんです、お客さん方たちにも。いらっしゃいませー。えーっと、飲み物だらけで、はい、カードで。あ、これプラチナカードですかあ、先ほど出してしました。はい、先に並んでもらって大丈夫です。いらっしゃいませー。あ、めちゃくちゃ買ってくれますね。カードで。あ、さっきのお客さんより払ってくれてる。いや、もうさっきのお客さん態度悪かったっすよね。ありがとうございました卵とチーズ目つけられてんだ、どっかに。あ、牛乳高い <laughs> まじ、マジで他のお客さんは買ってるんで、うちもね、この値段でやってんすよ。引き下がれねえところあるんすよ、うちだって。いらっしゃいませー、少々待ちよう。え、ちょっと待ってくださいね。お客さん、そんなに文句になったらうちだって、出禁とかやりますよ。うちだってやりたくないっすよ、ほんとは。1> 水一本だけ閉店間際に買うのやめております。あで。えー、いや、水一本で、ちょっとお金崩し、お金、崩すためでしょ、お客さん。うちね、そういうやり方困るんすよ。 うちもね、経営かかってるんですよ小銭なくなるんですようちもえー、16ドルの78セントじゃあサービスっすよもうあこれプラチナカードっすかええー、全然また来てくださいうち今度からポイントカード作ろうと思っててあそうなんですよ0.1ポイントはい1万円で0.1ポイントですありがとうございましたまたお越しよーありがとうございました え、これ警察って電話できんのえお客さん冷やかしっすかえ、お客さんなんすかえ、お客さんなんすかえ、怖っ。お客さん、お客さんちょっと、うちもう閉じてるんで、ここから入れないんで、なんか困ったことあったら言ってください。でもちょっとお店には入れないですけど、ここ越しで。なんか刺激足りねえんだよなえ、きよっちゃんマーケット逃げてないよっちゃんマーケット逃げてるよなビビってない キヨッチャンマーケットおかしいよなオープンする頃に決めたじゃんどんな状況でも楽しむ大変さを求めるのがキヨッチャンマーケットって何がさ古文雇ってからライセンス購入しておかしいよなキヨッチャンマーケットちげえじゃん一人で大変な状況を生み出すのがキヨッチャンマーケットじゃんこれよなこれでいろんなものを置きくこんなにいろんなものがあんのに 一人でやってんだって、それを感じてもらうのがきよっちゃんマー。ちょっと金借りるわ。いらっしゃいませー。きよっちゃんマーケット。商品の数が増えましたきよっちゃんマーケットなんとですねパスタとスパゲッティパスタ。きよっちゃん、正直違いがよくわかっておりません小麦粉も2種類です。どんな方でも、どんなものでも、いろんな種類がある。いらっしゃいませー。この方はさっきからな、何をしてるんですね、この方は。いらっしゃいませー。来た。いらっしゃいませあ、結構金使えそうな女来たぞ。 っしゃせーあ新しいとこに行ったいらっしゃいませー,っしゃいませーそこ新商品なんですよおおめが高いっすねーうちの塩は他の塩と何も違いがないのに値段だけが高いっすからねいらっしゃいませーあめちゃくちゃ買ってくれますねあかんぜ助かりますいやお客さんいっぱい買ってくれてカードっていうのはもう一番助かるんですよねしかも金払いもいいっすねありがとうございましたー2点まあいいでしょうカードであこれプラチナじゃないっすねおえー 48ドルなんかもしかしてコーヒー買いましたえ、うちのコーヒーマジぼったくりっすよめちゃくちゃ頭悪いっすよ、買うとしたら。今日が、うん、一人で働く、きよっちゃんマーケット、最終日となります。よし過去最高の売り上げだぞ過去最高の売り上げなんてったって、新商品を入れてもう一人でできたんだこれ、自信につながってるから。じゃあオープンします。 いらっしゃいませーキロッチャンマーケット一人でのキロッチャンマーケット最終日となりまーすなんとサービスが特にあるわけではございませんいらっしゃいませーうわめっちゃ買ってくれてるやべやべやべ,やべちょっと待って、在庫少々待ちよ在庫がえ来た来た来ました最高記録更新お客さん最高記録更新ですぜひ今後ともよろしくお願いしますしかも買うんでプロチナカード会員様じゃないですかうちカード会員カードやろうと思ってて1万円で0.1万円トつけようと思ってるんですよやべこういう。 やっぱ地域に伝わってんだな、人からの良さっていうのが。うわ、一点がいいかよケチ築せえな。1700残ってっから、一回補充と段ボール片付けんのと、明日からの、古文雇うから、ちょっと経営の作戦立てます。うわ、卵失敗してる。うわ、うち卵とチーズめっちゃ狙われてんな。泥棒じゃん、あいつら。うん。今回が最終日。お金しっかり貯めて、ここの在庫もあんまり減らさないで済まないように、行こう。で、 古分と、バイトと、あとレジもう一個用意して、ちょ店はせめいけど、あったけ、あったけえ店にしていこう。最終日ですきよちゃんマーげと一人では。いらっしゃいませー今日もいい一日になるといいですね。なんかそうなんですよ。最近なんか繁盛しちゃって、いやいろいろね、なんか新商品も入荷しとかして、そうなんですよ。面白いっすよね。いや自分も経営なかなか大変なんですけど、まあなんか、それもまた楽しさっていうか、全部を楽しさに変えて、 ちょっと、あ、ごめんなさい、ごめんすいませんね。ちょっと死後が多いって言われちゃいましたね。すいません。へへ。すいません、ちょっと怒られちゃいましたね。うわ、めっちゃ買ってくれますね。うわ、2200行きたい。お客さん、俺2200行きたいんですよ、今日。うわ、49ドル55セント。うわ、だるありがとうございました。また残しよう。あ、でも、レベル10になりつつ、在庫もまあまあ残しつつ、一人で達成しつつ、できたぞ <laughs> 大成功これで、採用コスト100。日給、 結構持ってくなこんなもんなのかで、ライセンス増やす一回これはさ、ああ <noise> 閉まってるようわ、来たうちの子分だ <laughs> うちの子分来た <laughs> うちの子分来た <laughs> うち面接とかないからさ、えちょっとね、緊張すると思うし、俺も全然経営者としてね、まだまだなところはあるんだけど、一緒に頑張っていこうね。名前は何て言うのあ、ダニエルくんなんだ。よろしくね、ダニエルくん。ダニエル、一緒に頑張ってこうね。うわ、来たきよっちゃんとダニエルで、ちょっと二人で頑張っていきます。ダニエルくん、期待してっからね。ダニエルくん、あのね、わかる。失敗するのを恐れてるでしょ。全然恐れなくていい。ただね、 元気だけ出した方がいいかもしんない。あとお客さんと会話をすること。多分、話すのが嫌なお客さんとかもいると思うから、そこだけはちょっと差してあげて。大丈夫大丈夫。失敗してもいい、失敗してもいい。怒られても気にしない。結局。別にその人と,と友達になるわけじゃないんだから。その人と,と今後関わるわけじゃないんだから、怒られても気にしない。大丈夫よ。それはもううちが、もうね、店長である俺が全然責任持つから。うわー、でも、楽しみだね、ダニエル。あ、ごめん、ダニエルくんだね。よっしゃせーよっしゃせーキョッチャーマーケット。 な、なんと、きよちゃんマーケットにあとは入ってみてのお楽しみです、どうぞーよっしゃよぜーダニエル、声出して。わかる、緊張するのわかるけど。よっしゃよぜーテニネル頑張れようっそっっそうそうそう。ふっカードだよ。プラチナ会員様には優しくね。ありがとうございましたまた残しようダニエル、お前やるじゃねえかよちょっと今日はして、せーの。 ありがとうございましたーまた残しようハマナイスでーすえ、でも歩いてる人たちは思ってるよねえキョッチャン大丈夫って。そんな外出て大丈夫って。中にお客さんいるんじゃないのキョッチャン大丈夫って。完全に思ってるよねああ、おー久しぶりですー今日もなんかいい天気ですよね。来週は雨らしいっすよ。働かなくていいのかって。見てください。そうなんすよ ついにうちの子分、雇いました。ダニエルって言うんで。ちょ、仲良くしちゃってください。よしゃしー。すごいいい子なんですよ。53だって、53ドルだ。ありがとうございましたー。よしゃしー。ダニエルいいぞ。お前めちゃくちゃ評判いいじゃん、ダニエル。くさんだよ。ちょっと俺より人気になってんじゃねーぞ。ナイスいいぞ。こっちじゃねい <laughs> よしよし。あ、勝ってる勝ってる。あ、2個勝ってる。よし、ダニエルめっちゃいい客来たぞ。ちょっと俺もいい、あぶだぶあぶダニエル。 お前めっちゃでけんじゃん仕事いや確かに後半ちょっと詰まった時いやよく焦れなかったよく焦れなかったでもなお釣り多めに渡してないだろうお釣り多めに渡すのも結構入れるっていうのがこれテクなんだよねいや大丈夫大丈夫ダニエルそこはね多分お客さんたちも分かってんのよあ新人さんかな初めてですねみたいな感じになってるからダニエルよかったねちょっと待ってね1個買うじゃんあそこのラックに置いたら じゃあお前なんだようわあ動いたうわあ来た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 よに大きな想像動が動いてるえ、何したお前何してる何すんの何すんの持ってって持ってってうん おぉ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 えもう中入ってないのまさかまさかおぉ神かよお前えおぉおぉ俺仕事ねえじゃんえ、ここなるほどねこうやっておくのねおい、来たぞ来た来た来たそういうことかあ、わかったおいスリーマンセルだ俺らはスリーマンセルだダニエル嫉妬すんだダニエル嫉妬すんだよなんだったら この4日後に動き出す男の方が先にいたぐらいだったから何より嫉妬するんだ。わかるわかる。気持ちわかるけど、スリーマーテルだえ、じゃあ、とりあえず在庫はもういっぱい買っといてもいいっていうことなのかなおい、これ来てるぞやっちゃうか。お金なんてギリギリぐらいがいいんだ。オッケー。広くなった、はあ広がってるこれお客さん入れるようになってんじゃないちょっと待ってね。 こうすることによって、いやでもなぁすっかすかやすっかすかやよし、準備はできたな。ま、拡張した意味0、0%っていうか、マイナス100%ぐらいなんだけど。これで、多分お客さんの入りが良くなって、あっちで待っててもらおう。ここはマッチスペースちスペーススマホいじりスペース でも臨機応変にこの配置とかも変えれるから位置を変えていこうダニエルそして4日後に動く男頑張るぞ足りなくなったらいつでもじゃんじゃん補充してってな俺も一応こっち側に補充リストの部分は用意してるからやっていこう楽しんでいこうさあ頑張っていこうこれが終わったら棚増えるよなんだったら隣に0時とかも変えるかもしんないから今日は目標1000ドルいこっか1000ドルいこう借金も返さなきゃいけないから1000ドルいくよ 行くか。いい天気だな。いらっしゃいませーきよっちゃんマーケット、なんと、新しくあなたお楽しみでーす入ってからどうぞーさあ、買ってって書かれてる。買ってってくる。わ来た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  !4 日目に置くナイスーナイスいいよいいよありがとうございますさあ、きパチーンハイタッチしちゃった。俺もガンガン入れてって。ちょっと店見にくいな。店結構見にくいぞ。 この店見にくいぞ大丈夫いつでも行っちゃい帰れるから置いてこれ何があるか分かんなくないこれ向き逆とかある向き逆だった <laughs> <laughs> 向き逆 <laughs> これ何が置いてあるんだろうって思ってたら <laughs> 向き逆だった <laughs> <laughs> おいお前何笑ってんだよ恥ずかしいなおい気づいてたの言えよちょ とみんな盲点だと思うんだけど気づいてないと思うから言っていいこのキヨッチャンマーケット棚の配置が悪すぎるキヨッチャンマーケットでっかくなったなただその分悩みも増えるな、うん、でも今は一人じゃないんだ4日後に動き出す男そしてダニエルがいるうちの子分二人がいるんだこの子分二人がいるんだから頼ればいい そう。仲間なんだから耐えればいいんだ。古文なんだから。聞いてくれ。拡張はした。でも棚も増やしてないし、商品乱設も増やしてないから、変わってない。でもそれをするにはお金が必要だ。まとまった金を必要だ。お前ら二人は反対するかもしんないけど、さっき、市場価格に、ほぼ近い値段として、全部の金額を変えた。いや、わかる うちはそんなんじゃないっすよねって分かるぞ、ダニエル。分かる。4日後に動き出す男。分かるぞ。うちは高いのが売りじゃないっすかって。ただ一回、市場価格に近い値段にすることで、どういう風な動きになるのか、売れ行きがどうなるのかっていうのを、一回俺らは知らなきゃいけない現実っていうものを。で、これで売り上げが全然変わんなかったり上がんなかったら、そうさ、元に戻そう。大丈夫だ。あ,あ、しっかり。今日はゆっくり休んで明日に備えよう。飲み行くぞ。今日が最後だな。 おい、4日後に動き出そうタこ。ニエル、この、こじんまりとしたよっちゃんマーケットも、今日で最後だ。一気にでかくなるぞ。そうさ、銀行から金だって借りれる。ただ今日でその前に、一回、夢の、1000ドル、1日1000ドル売り上げっていうのをやってみたくないか。この商品数、この狭さでも、できるんじゃねえかなっていうのをやってやろうぜ。オープン。よっしゃーぜー 結構入ってんぞ客結構入ってんぞ値段上げっか値段上げっかいや結構客入ってんな値段上げるかやばいやばいダニエルやばいダニエルちょっとこれやばいわダニエル・マジ・ピンチダニエル・マジ・ピンチになってるやばいチェックアウトがいっぱいですっていうことは全然間に合ってないってこと482すごいベースで増えてるえ、くそこの最中にレジを買わなきゃいけないダニエルの成長記録なんだ俺が手伝うことだってそれはできるさでも今はそれをするわけにはいかないんだよ ダニエルの成長記録なんだからダニエルの物語なんだ今はダニエルゆっくりでゆっくりでゆっくりでゆっくりゆっくりありがとうございましたまたのやばいダニエルこれきたぞダニエル来たまたのごしようはまらないっすきた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 結構いいぞ4 0け4 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 0 k け0 k 4 0 k 4いったーナイスーありがとうございます金払いっすうち儲けてんすよそれで1100おいダニエルお前やったじゃねえかよおい 結構嬉しいなおいやったなで、最高まだ残ってるし、そして何よりいっぱい働いてくれた4日後に動き出す男。サンキューおはようございます。運命の日がやってきました。あの、正直もう終わろうと思ってたんですけど、今ね、軽く飯食いながら、棚の配置、次棚配置ここにしようとか、レジはこことここだなとか、そうだ、ライセンス増えんだもんなみたいな、いろいろ考えてたの。 そしたらねえ、もうやめられねえだってさ、声だって枯れてきてんだけど、新、新しくなる新清っちゃうマーケットを見なきゃ終われねえよもうそんな声なんて気にしてらんで、突っ走ってこうぜさあ、ここで、絶対に借金はすることになるから、でも、レジの配置、棚の配置、もうおっきく一気に変えちゃっていい ?500。え、だっけ ?200 で冷蔵庫もいるよな。 これだけで 900? たっけうわ、たっけえでも買しかねえんだおっきくされるんだダニエル店へでっかくせんぞ帰ってきたぞ、俺のレジが。ここだ。帰ってきたどうこれ配置的に。まあ、良くないのは、一点良くないとしたら、まずダニエルを閉じ込めていること。 ダニエルがもう働き終わるまで外にも行けない、トイレにも行けないぐらい閉じ込めてること。これちょっと悲しいことになっちゃってんだけど、あと商品こっちから買ってこう出るから、ここに扉が欲しいんだよな、正直。ケーキ、ケーキ、キャンディー、シリアル、チョコレートバー、ヨーグルト。これケーキあるだけで変わらない。あ、清っちゃんマーケットついにケーキ出したんだと。 ケーキ置いてるんだ仕事帰りに一個買っていこうかな、みたいなこの清っちゃんマーケットケーキっていうのをオリジナルブランドで出せば、これバズったらでけえぞ借金しよう。ちょっと待ってね。じゃあこれで、ライセンスで、いきます。買いました来ましたこれでケーキたちが選べます。え、なにこれ卒業アルバム見てるやつなんだけど。なにこの卒業アルバム。え、なんか卒業アルバムあるんだけど。<laughs> やばい どっかの学校の卒業アルバム売ろうとしてる。じゃあ行きますぜ、ね。さあ来たえ、めちゃくちゃ楽しみじゃない今日行きますよあん夜になったぞ。よし準備完了だなんか謎の一日があったけど忘れようダニエルそして4日後に動き出す男 始まるぞ新キヨッちゃんマーケットオープンですいらっしゃいませーキヨッチャマーケット商品追加しかもですねなんとレジ2台でございまーすあ、いらっしゃいませーえー、っと。えな、な、なんか勝手にやってんだけど。え、俺がレジじゃなくても勝手にやってんだけど。どういうことなんか勝手にレジやってんだけど。ちょっと待って、いくら見たい。いくら えめっちゃ買ってなかった今。いくらだったえ、見たいんだけど。え、待って、レジがなんかこれ、自動レジなんだけど。ハハハちょっと、買い払ってる <laughs> レジが <laughs>、自動レジ <laughs>。これ、人いなくても <laughs>。え、払ってるね <laughs>。払ってるね <laughs>。<て> <laughs> これいいやろレジを砕けていいってことなの俺働かなくていいえ、ダニエルちょっと待ってダニエル不要論が出てくるからやめてこのキヨッチャンマーケットダニエル不要論とかやめてね待ってダニエルが人気なってるえ、ダニエルお前なんかイケメン店員みたいな感じでちょっとバズり始めてるか待ってこれダニエルが大事なわけじゃん今バズり始めてっからダニエルここのキヨッチャンマーケットの店員さん席みたいな感じでで、4日後に動き出す男は、俺がやらなくても真っ先には必要なものをどん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 足してってくれてるあれ 待って、気負っちゃう不要老になってる。気負っちゃう不要老になってるんだけど。え、レジこちらもありますよー。レジこちらもありますね。これ、俺がいることによってなんか来る。レジこちらもありますよー。ちょっと待ってね。えぇダニエルちょ,っちょっと待ってちょっと待ってダニエルお前こっち最中だろ、まだダニエルちょっとお前何しとえー、しちゃうぜー。え、待って待って。あっちを、あっち置いております。あっち置いております。2> 1、2、3、4人か 1,2,3,4,4人で1人、1人当たり30ドルって考えたら、3、120、120ぐらい。あ、待って、もう1人入ってきた。1,2,3,4,120プラスで、あ、でも2000ぐらいまで差し上げいくか ?30 ぐらい買え。うわ、ちょっと安いっすね、お客さん。1人当たり30ドル買ってくんないといけないんで。安いっすねーうわ、困ります、お客さんその買い方 !3 点お買い上げで16ドル、カードで。あ、これプラチナカードじゃないんで、ちょっとやばいっすね。おい、ちょっと新規おっちゃんマーケット思ったよりだぞちょっとがっかり、やばい これお客様の声来るまたこれちょっと待ってこれしっかりとリアルドキュメンタリーとして世に話すわけになるからこれちょっと待ってお声が来るぞ新規おっちゃんマーケットって言って期待した割にはそんなでしたみたいなやべえめんどくせえ客増えんな革命を起こすわ。これもう店の多分客が勝手にいたずらで注文しない限りここに置いてて大丈夫だと思うんだよね。待ってね。これこうじゃないクソ置けない。ギリギリの範囲。ここ これいいんじゃないで、もう店入った瞬間にレジ二つ、インパクト台。これで行くしかない。いや、いいぞ。ただ唯一の欠点が今、清っちゃんになってる。この清っちゃんマーケットの欠点がまさかの清っちゃんになってる。いつか、タニエルお前やめろよ。社長。いや、清っちゃん。あんたもういらないっすよ。とか言うなよやめろよ !4 日後に動き出す男と、お前グルだったお前店乗ったんなよ